でも今は大事な仕事の真っ最中でそんな空気じゃないっていうか。空気なんて読まなくていいんですよ。空気は大きく吸って息だって吐き出すためにあるんですから。はい、でんしゅ。スギちゃん、ちょっと僕ぐらいしてよ。ごめんす、ごめんす。何？これから一緒に素敵な夏の思い出作らない？え？行くよ。ああ。せーの。え？え、なになになに？来るよ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 ！わー！初めての共同作業、あ、綺麗だね。綺麗。タイガー、ジャイバー、待って。タイガー、鏡に撮ってる。来たね。もう夏も終わりか。だから。あのお話ししたいことがありまして。何？例の件についてなんですけど。決めたの？決めました。じゃあ明日一緒に行くか。え？食材選び、デザート、何にするか決めたんだろう。そうなんだよね。そう食材何しようかなって思ってたとこだったんだ。ありがとうございます。あの二人、尾道行ってからいい感じだよね。くっつくのも時間の問題かも。イエスかもな。美咲ちゃん、兄ちゃんのこと吹っ切れたみたいだね。切るしかないか。兄ちゃんには楓ちゃんがいるし。プレゼンまだあと1週間か。時間ないよね。ああ。でもあんたにとって大きなチャンスだもんね。私もできる限り力になるからさ。頑張ってね。頑張ってねじゃねえ。え？一緒に成功させんだよ、俺とお前で。うん、一緒に頑張ろう。厨房さ、トーマが入って少しは楽になったんじゃない？別に。
でも前より楽しそうだよ。トーマもお前もどこがだよ。美咲のおかげかな。美咲が来てくれてよかった。ああ、かなたさ、美咲のことどう思ってんの？好きだけど、あいつにももう言った。そっか。若葉ちゃん、私決めた。今の仕事がうまくいったら、あいつに返事することにした。本当ですか？頑張ってくださいね。行くの？いいからついてこい。あなたくん。これはうちの野菜扱う人には収穫手伝ってもらってんのよね。はあ。てか、なんで着替えてないの？つべこべ言わずにさっさと働け。プレゼンまであと1週間しかないからな。さあ、行きましょう。行きましょう。なんで私だけ。腕、こんなの。はい、こっちこっち。うちのナスは甘みが強いから生でも食べられるわよ。はい。かなたくんみたい。メインに使うやつ、これに決めた。これで煮込みハンバーグ作ってよ。絶対美味しいじゃん。断る。なんで？いいじゃん、作ってよ。ねえ、私も決めた。じゃーん、食べてみて。でしょ。しっかり押さえててね。はーい。疲れたー。え？また食べてる。ジュレの酸味が強すぎる。メインのバジルソースの代わりに合ってない。食ってみろ。そういうことか。
デザートのことで聞きたいことあるんだよ。私も、うん、はい。ねえ、このノート借りていい？料理のこと知りたいからさ。うん。